おはようございます。11月16日木曜日、暮らし研究ラジオの時間です。この番組は暮らし方をテーマに様々なジャンルを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターゆうりんこと上村さゆりがお送りいたします。ただいまの時間、私は東京に向かう飛行機の中でしょうか。リスナーさんとのやり取りができない寂しさの中、今週の暮らし研究ラジオは録音でお送りお届けいたします。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲などもリクエストしてください。ファックスは098-943-0094、098-943-0094。メールアドレスは797@fmギノワン.com。 今週はツイキャスがありませんが、 FM ギノワンではホームページから映像と音声をネット配信していますので、ぜひお楽しみください。ツイキャスはツイッター連動ですので、たくさんツイートお待ちしております。サイマル放送でも聞くことができます。リスンラジオで FM ギノワンを選曲してくださいね。こちらからでも完全全編同時放送を楽しみいただけます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページの再生ボタンをクリックしてください。またスマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオをダウンロードして、また、全国のラジオ局から九州沖縄 FM ギノワンを選曲してくださいね。今日もどうぞ1時間お付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブをお聴きください。改めましておはようございます。11月16日木曜日午前11時を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日も元気に聞いてますか。先ほどもお伝えしましたように、本日は録音でお送りして録音でお送りしています。宜野湾市急なの FM 宜野湾の、今日は窓が見えないすごく寂しいお部屋で一人で録音に励んでいます。ぜひ応援してくださいね。今週はゲストもなく、リスナーさんとのやり取りもなく、一人ぼっちで放送します。ほとんど独り言になってしまいますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、私番組ではほとんど自己紹介などしていなかったのですが、いい機会なのでちょっとだけ自己紹介します。1962年沖縄生まれ沖縄育ち、高校卒業後は東京で13年過ごしました。その間9回の引っ越しを経験しています。その理由の中には、社宅が4箇所と、あとは神田川の改修工事で立ち退きが1回があって、自分から進んで引っ越そうというのがない場合も多くあったんですけれど、とにかく1箇所に落ち着かない私でした。職業は建築設計、一級建築士です。私は一級建築士のほか、一級建築施工管理技師、インテリアコーディネーター、整理収納アドバイザー、ルームスタイリスト、キッチンスペシャリスト、ファイリングデザイナー、福祉住環境コーディネーターなど、さまざまな資格を保有しています。そう言われると資格マニアなのかなと思われがちですが、全然そんなつもりではなく、仕事上で必要と思って勉強していたらいつの間にか資格が増えていたという感じなんです。ですので本当に、資格というのを取ったのは運転免許が初めてかなと思うんですが、その後に取ったのが一級建築士だったんですね。ですので、意外とこの資格に挑戦するっていうのは、年を取ってからって言いますか、
若いうちにはそんな必要も感じていなかったので、やっていなかったっていうのが正直なところです。そして、最近ではですね、興味を持っているのは神道、神の道、いわゆる、古事記から日本書紀とかそういったところの、昔のお話ですね。そういったのがすごく今興味があって、宗教だと何々教というふうにありますよね。キリスト教とかイスラム教と仏教っていうのもあります。だけどこの神道っていうのは、神教ではないんですね。 神の道と書きます。で、道っていうのはどういったものかといったら、剣道とか柔道、そして茶道とか、あと華道もそうですね。そういうふうに道を、行くということの話ですので、何かこう一つの絶対的な教えがあるのではなく、自分自身を磨いていくというところに、道っていうのが入っているのかなというふうに私は感じています。この、神道の話ですね、古事記の話を、調べれば調べるほど本当面白くてですね、もうこの古の日本のこう成り立ちとかですね、そういったものを思うと、この神様、神様って言っていいのか分からないんですけれど、さまざまな神たちがですね、日本国土を作り上げるためにやってきた道などを、ね、通して、見てみると本当に面白くてですね、ちょっとこれの方も、今回私、少し極めてみたいなと思っています。同じようなのがやっぱりエジプト神話とかもあるんですけれど、例えばですが、普通太陽神っていうのはエジプト神話でもアポロン男性なんですけれど、この日本神話で言うとアマテラスオオカミ女性神なんですよね。逆に、日本神話では、月の神様はこの、月読みという男性、アマテラスオオカミの弟にあたるんですが、その月読みが、月の神様というふうに言われているようなところも、ちょっとどうして他の国の神話と逆になってるのかなとか、ちょっと不思議なところがあってですね、これもちょっと極めてみたいなと思っています。沖縄でもですね、やはりこの神話というのかな、やはりこの神がいろんなところに宿っているとか、そういった話がありますので、こちらの方もですね、もうちょっと私なりに、自分で解釈もつけられるくらいですね、きちんと、極めていきたいななんて思っています。はい、そこで一曲お届けいたします。沖縄料理を研究、今日のテーマはヒージャーです。ヒージャーっていうのは何かなというと、いわゆるヤギですね。ヒージャー汁というとヤギ汁のことなんですけれど、お祝いごとによく出てきます。沖縄は何が何でも豚というイメージがありますが、確かにそうなんですけれど、実はお魚やヤギもありまして、でこのヒージャーなんですけれど、とにかく臭いです。はい、沖縄県民でも苦手な人が多いです。特に女性でヒージャーが好きという人、正直言って会ったことありません。なんとか食べられるっていう人は何人かいますけれどね、私はどっちかというと、腸はつかないんですけど、好きな方かな、食べられます。そのくらいですね。でこの匂いっていうのがどんなくらいかというとですね、そうですね、マトン、よくジンギスカンに出てくるマトンがあるんですけれど、マトンのお肉を数倍匂わせたいくらいの匂いと思っていただければいいかなと思いますね。私の知人でですね、ドイツからお友達が来てですね、日本を回っていたんですけれど、途中ホームシックにかかって、どうしてもこの、そういう、
まあ、あの羊とかそういったお肉が食べたいというふうになったそうです。その時ちょうど沖縄にいまして、友人はですねこのヤギ汁のお店に連れて行って、ヒージャ汁を食べさせたということで、あのそのドイツ人のお友達はもうすごくこれで満足して帰っていただいたというふうに、聞いてます。ですからこのヨーロッパの方ではですねもともと狩猟民族でですねそういった、羊やヤギとかもですね、まあ、食事してたのでそういった、なんていうのかなソウルフードになってたな、なってたと思うんですけれどやはり日本人ではあまり馴染みがないですよね。沖縄ではですねこのヒージャー汁というのが、よくあるのが、特に建築の上棟式だとか新築祝いとかでよく出ます。で私はもともと現場監督してましたので、よくですね呼ばれまして、しっかりと食べてきましたね。私と近所の、おじさんもですねこのヒージャー汁がとっても大好きでですね、一度ですが近くの、ところにですねちょうど上棟式があるよということで呼ばれていって、呼ばれる時はですねこういう時は必ずタッパーを持参していくんですね。で残った汁をですねタッパーに詰めていくんですけれどでおじさんにですねお土産ですみたいなで ありがとうって何も言わずにですね普通こうちょっと1人分とか2人分とか分けてもらうかなと思ったんで、はい、大きなタッパーごともらわれてしまいましたっていうくらいですねお隣のおじさんはすごくヒージャー汁が大好きだったというお話です。で私の家はですね、まあ、ニュータウンだったので同じ時に全部建築するんですけれどその時に、近所の新築祝いでしめ鍋という沖縄ではですね大きなお鍋があるんですけれどこのちょっと平たいようなお鍋なんですけれどこれでいろんなものを作っていくんですけどこの新米鍋がかなり大きいんですね。でこの新米鍋でお外で炊いてて、ヒージャー汁なんですけどだいたいこのヒージャー汁っていうのは炊いて、ちょっと寝かせたくらいが美味しくなるのでほとんどの方前日から作ってくるんですけれどそうやって炊いていたヒージャー汁ですねじゃあ明日のお祝いに備えて朝来たら鍋ごと盗まれてたというねそういった事件もありました。ですからこのヒージャーなんですけど、ま、好き嫌い確かに大きいんですけれど好きな人は好きなんですよね。これで注意点があります。実は、冷たいものを一緒に食べてはダメということです。なんかこの油がすごいので冷たいものを一緒に食べると、胃の中で固まるからというふうな話もありますけれど本当かなと思ってだって新築祝いの時なんて冷たいビールと一緒にヒージャー汁食べてるじゃないと思ったりとかするんですけどね、まあ、そういう言い伝えがありますね。初めてこのヒージャー食べたのが私が多分ねあれ5歳くらいだったと思います。でその時に、本当に小さいもの一口だけ食べたんですけれど、家に帰ってですね普段だったらこう牛乳飲んで寝るっていう感じだったんですけれど母からですね今日はヤギ食べたから牛乳飲んじゃダメと言われてですね、もう本当に冷たいもの一切食べさせて飲ませてくれなくて、飲んでいいのは本当に熱く入れたお茶だけだったんですね。まあ、そういった苦い思い出もあります。あとですね血圧を上げるというふうに言われています。言われているというか確かに上げるんだろうなと思ったりしますね。ヒージャーを、ヒージャーが好きな人っていうのは大抵血圧が高いです。ですので多分それは合ってると思います。ですから高血圧の人が食べるときはヨモギを、ヨモギはこの血圧を下げる作用があるってことがありますのでヨモギをたっぷり入れて、食べるとかですね、塩を通常塩を振りかけて食べるんですけれど塩は控えめにするとかそういう風にして食べてますね。あとはですね妊婦さんには食べさせちゃいけないと言われてます。これはよくお腹を下すということがあって
て、実はこの、妊婦さんにはですね流産しやすいっていう、話もありますので、あんまり食べるなというふうに言われていますね。まあ、そういう話をしているとですね、あのヒージャーが食べたくなりましたので、今日帰りにでも、レトルトのヤギ汁を買って帰ろうかなとちょっと画策している私です。それでは曲を聴いてください。今日のお片付け、今日のお片付けのコーナーです。告白しますと、私整理整頓がめちゃ苦手です。そんな人がですね整理収納を教えてるかというと、なんか不思議な感じはするんですけれど、使ったものは戻さない、面倒くさがりや捨てられないっていうね、三拍子というか、三重苦を背負って生きています。ですので、ある程度整理収納ができるようになった自身のですね、整理収納ができるようになった私でもですね、気が抜けるとですね、すぐバラバラになったりします。で、住まいづくりナビゲーターの私としての理想なんですが、片付けなくてもいい家っていうのを理想としています。で、当然ね、片付けっていうのは、しなかったら結局誰かがやるか、そのまま散らかるかのどっちかなので、絶対に必要なことではあるんですけれど、でも片付けしやすい家としにくい家っていうのは絶対あるんですね。でいろいろと、考えてですね、やっぱりこの仕組み化っていうの大事だなというふうに考えています。で例えばですが、ちょっとしたものもすぐゴミ箱に入れられるような状態であったりとかですね、物がポツンと出てるとちょっと違和感があって、なんか片付けないと、気が済まないような状態、そういうふうになってると、誰もが片付けられる家になるんではないかなと思っています。よくこう新築の、ご相談に、来られる方にですね、とにかく収納はたくさんつけてくださいって言われるんですね。で私もこの整理収納を勉強する前っていうのはですね、収納はあればあるほどいいんだというふうに、思っていまして、ですから家中 のもう本当に隙間隙間をですね全部、探してですね、ここにも収納つけました、ここにも収納つけました、すごいでしょみたいな感じでプレゼンしてた時代もあったんですね。でそういった家がどうなったかというとですね、やっぱりいっぱい収納が欲しいって言った方はですね、さらにまたどんなに収納をつけても収納が足りないとおっしゃっています。それくらいですね、収納はあればあるほど余計に使うっていうね、逆説的なものもありますので、じゃあどういうふうにすればいいかというとですね、やっぱりこの、設計のプランニング上でもですね、片付けやすい家というのがあります。大事なのは動線なんですね。動線がうまくいくと、その収納っていうのもどこどこにどういう、収納が必要っていうのが分かってきます。ですのでこの動線っていうのを意識して収納の位置を決めることによってですね、とにかく、片付けなくてもいいというまではいきませんけど、片付けやすい家というのは作れるというのが分かっています。で、大事なのはですね、大事なのっていうか、うまく活用してほしいのが勝手口です。玄関からだけという風な入り口にするとですね、物の持ち運びとかがかなり厳しいところになってしまいます。ですのでその勝手口っていうのは、例えば駐車場からすぐ入れるようにするとかですね、玄関を回らなくてもそこに何か物を置けるっていう風なのはすごく大事ですので、勝手口もうまく活用してみてください。そして
ちょい置きできるスペースが欲しいです。ちょい置きがですね、永久的に置けるスペースになってしまうと、これもちょっと話の方がですね、もうまた片付けられない家になってしまうんですけれど、ただもう全くこのギリギリの状態になるとですね、どうしても外に出てしまうというのが増えてしまいますので、ちょい置きできるスペース、これ大事です。どういったところに置くかというとですね、例えばですが、このクローゼットがですね満杯ですと、もうこの、まず服は、ヨレヨレになってしまいますし、新しい服を入れるためにギュギュっていう風になってしまうんですね。そこにですね、とりあえず買ってきた服をですね、とりあえず置けるスペースがあると、後でゆっくりと見てちゃんとかけてしまおうということができるようになります。やっぱり買ってきたものは即座に片付けるというのはこれ鉄則なんですけれど、やっぱりちっちゃなお子様がいらっしゃったりとかするとですね、そうはうまくいかないっていう時もあります。何が優先かというとですね、やっぱり子供の面倒って言いますかね、お母さんおしっことかやると、はいはいって言ってこのトイレに連れていくのが先になりますので、自分の後片付けっていうのはどうしても後回しになってしまいます。ですから、そういった時のためのちょい置きスペースっていうのがほんのちょっとあると、片付けもしやすくなります。で、私がよく勧めてるのはですね、押し入れなんですけれど、押し入れは手前の方は何も置かない方がいいですっていうふうに、伝えてます。なぜかというと、本当にちょい置きができるんですね。押し入れをクローゼット代わりに使っている方も多くいるんですけれど、でこの、クローゼット代わりに使っている場合もですね、手前の方にこのハンガーラックを置いてしまうとですね、奥が使いにくくなっていくんですね。ですので、できたら奥の方に置いて、手前の方はですね、ほんのちょっと、何枚かすぐ着るような服というふうに、やるとかですね、そういった工夫も必要となります。そして手前の方にですね、本当にちょい置きスペースを置くとですね、本当何かをやっている時に来客というふうな時もですね、そこにポンと片付けて、押し入れを閉めて、次の作業にかかることができます。特にちっちゃなお子様がいる時に、何かこう手芸とかやってる時に細物が多いですよね。細かいもの、口に入れちゃうと危ないっていうのもありますので、こういったものをそのままさっと、しまえて、カゴにポンと入れて、ポンと、この押し入れに置けるようなスペースがあると大変助かります。あとはですね、適当な適切な場所にある収納が必要です。どこもかしこもというふうに、収納を考えるとですね、よくあるのが屋根裏収納とか、ロフト収納とかも言いますね。そして床下収納を、進める方もいらっしゃいます。実際にですね、そういったものをつけたっていうとですね、すごく喜ばれるお客様もいるのは確かなんです。そういった時ね、実はこの屋根裏収納、床下収納、置かなくてですね、危なくて、通常の収納には正直言っておすすめできるものではありません。屋根裏収納っていうのは普通は、はしごしかないので、大きなものを、しまったりとかするとですね、本当に持ち運びがすごく危なくなっちゃうんですね。ですから、もう屋根裏って言っても置けるものを軽いものに限ってしまうとですね、鯉のぼりだとかそういったものしか置けなくなってしまって、結局余ってしまうという状態もあったりします。で、また床下収納、これはですね、やっぱりかがんで使うことになりますので腰痛めます。床下収納だからといって重い壺とかをですね、漬物を入れたりとかする方も、あと、一升瓶の、醤油だとかお酒とかしまってるっていう方もいますけれど、かなり重量があるんですね。考えてみてください。かがんで重いものを自分の体より下にあるもの、持ち出すのってすごく負荷がかかると思いませんか？
これをですね、何回もやるとどうしても腰痛めてしまいますので、健康上もあまり良くないと私は思っています。そして、収納が、先ほども、申したようにですね、収納が大きければ大きいほどですね、また入れるものも増えていきますので、適切な量っていうのがですね、管理しきれない量になってしまいますので、収納は大きさじゃなくて場所が決め手です。また使いやすい収納っていうのを考えてみてください。それでは次の曲聴いてください。面白建築用語。はい、面白建築用語ではですね、天はじというものを説明していきます。天はじってなんだろうやでね、天はじというのはですね、沖縄の家に ある昔ながらの家でですね、まあ多くはですね、南の面の軒ですね、軒に差し出した日差しのことを言っています。で、本堂ではですね、ひさしというと長くてもだいたい1メートルくらいなものなんですけれど、沖縄の天はじというのはですね、短くて1メートルくらいですね。で、当然長いので、もう、ちょっと力学とかわかる方いると思うんですけど、こう肩持ち針になっていきます。肩持ち針というのはかなり負荷がかかっていきますので、木造の家ではですね、肩持ち針っていうのは本当にこれを支えるのって大変ですよね。ですので、沖縄の天はじには先っぽの方に柱がついています。まあ、天はじ柱っていうらしいんですけれど、この柱というのが、まあ、最近の、家ではですね、本当に角材を使ってたりとかするのが多くなってますけど、もともとは丸太のまんまですね。それも根付き、根がついてるまんまで、天はじの柱にしてるのが多いです。これがですね、やっぱこの根がついてると上下が分かりますので、この、反対につけるっていうこともね、なくていいのではないかななんて思うんですけど、この、このね、柱っていうのが通常の、本土での木造の丸柱っていうのは、裏に、背割れ入れますよね。沖縄の場合この背割れがないんですね。背割れがなくてどうするかというと、自然に割れさせるっていうのが沖縄式です。ですので、この、なんていうのかな、この筋に沿ってですね、一本ではなく何本か細かい背割れの割れ目ができてたりとかします。どっちがいい悪いとかじゃないんですけれど、そういった方法もあるということですね。はい、また、沖縄の方ではですね、ほとんど昔の家っていうのはほとんど玄関がありません。玄関がないのでですね、来客っていうのが玄関から入ってくるのではなくって、直接縁側から入ってですね、そこに、だいたい廊下がありますので、この廊下の方に腰掛けてゆんたく、おしゃべりするのが普通ですね。で、あとは、もちろん法事の時もそこから入ったりとかするんですけれど、こういったところでですね、やっぱり沖縄というのは雨が突然降るっていうのが多くありますので、そういった時に雨が急に降ってしまうとですね、靴が濡れたりとか、そういった心配があるんですけれど、ここで天はじっていうのがあるとですね、助かりますよね。ちょっとしたところで、この天はじでちょっと待ってるってこともできますし、また、玄関がないんですけれど、これだけ広い間口のところが多く開くわけですから、もう出入りが本当に楽でですね、だからプライバシーがないと言われればそうなんですけれど、でも昔はそんな感じでしたよね。みんなこうそういったところから入ってですね、天はじの横に腰掛けて、誰々ちゃんいるとか言って話しながらですね、やってきて、
鍵をかけるっていう習慣もなかったので、そこから声かけて誰も出てこなかった。あ、いないの、じゃあねとかですね、じゃあお菓子置いてくからねとかですね、そんな感じ、誰も聞いてないのに、今なら思うんですけどね、誰も聞いてないのにそうやって、まあ、お家に声をかけて、お土産とかをね渡していくっていう風景もありましたね。あとですね、この雨だけではないんですね、この雨恥っていうのは、雨だけではなくって、例えば真夏なんですけど、真夏はもう太陽がほとんど真上からもう突き刺さるように、まあ、直射日光が降ってきますよね。降ってくるっていう表現本当にそういうふうに言いたいくらいの強い日差しが降ってきます。ですので、こちら雨はじがあることによってですね、太陽が当たらない、部分がかなり増えるんですね。でもちろんこの照り返しって結局部屋の中に入ってきたりとかもするんですけれど、この雨はじが長いと照り返しの部分も少なくなりますので、暑い沖縄ならではの生活の知恵なんですよね。で、長い日差しであっても冬場は太陽光線低くなります。ですからこの時は逆に、日差しをですね直接取り入れるためにもですね、低くなるので、長い日差しであってもちゃんと太陽は入ってきてくれます。そういう風にしてですね、生活の知恵といいますかね、沖縄の住宅もね、調べてみると本当この知恵がいっぱい詰まっているんですよね。まず高床です。本土では通常45センチの床の高さなんですけれど、これがですね高いです。だいたい60センチから90センチくらいあるかなと思うんですけど、ですから直接出入りするのはちょっと難しくって、だいたいこの、縁側のところに、ね、一段なんか石があったりとかしますね。そしてそこから段々になってるっていう感じでしょうかね。でここがやはり高床になっていると、下からの湿気っていうのが抜けやすくなります。沖縄の場合ね、高温多湿なので湿気対策っていうのは本当大事です。実はこの本土の、木造メーカーも沖縄にやってきてですね、何社かはもう撤退して帰っちゃった、もう沖縄の方では作れないっていうふうに、された、会社も多くあります。その理由はですね、沖縄のですね、まず台風対策、湿気対策、カビとかもそうですね、湿気対策、そして、シロアリ、そして塩害、この4つがですねクリアーになっていないと沖縄では住宅作れないと思った方がいいです。ですのでこの、台風対策当然ですよね。実験ではどのメーカーも、90メートル級の風でも大丈夫ですよと言われているんですけれど、実際にねここに立ってて、立てたまんまで、もう本当に60メートル級の、風が吹いて、それもいろんな方向から吹いてきて、それで終わりではなくてまた吹き返してということを何回か繰り返すとですね、やはり、通常の止め方では甘いなっていう時があります。そういったところの対策も必要になりますね。湿気対策は先ほど言ったように、もうとにかく沖縄の湿気は半端じゃないんです。まず新築はカビますって断言していいくらいですね、カビます。でこの湿気対策っていうのは、最近このね、脚光を浴びている高断熱という、方法でやるとですね、中の湿気が抜けないので、あまり、沖縄では良くないなと私は感じています。そしてシロアリ、湿気と温度にも関係するんですけど、沖縄のシロアリは
半端じゃないですよ。コンクリートも食べていっちゃいますからね。もうこういった、対策きちんとしてないと、もう、1年でボロボロになったりとか、そういうこともあります。塩害っていうのはですね、台風が、やってきますので、沖縄は海に囲まれていますので、この、どんなに山の上であっても台風の跡っていうのは、海の水をかぶっちゃうんですね。ですので、ちょっとした、釘とかからですね、やっぱり錆びたりとかしていますので、ここら辺の対策も十分必要です。沖縄で家を建てる時の参考にされてください。ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾からお送りする暮らし研究ラジオです。本日の放送はいかがでしたでしょうか。なんだかんだで今日も1時間あっという間に過ぎてしまいました。一人ぼっちの寂しい放送ですけれど、なんとかなるものなのかな、なんて思います。そろそろお別れの時間となりますね。ここでお知らせです。ちょうど来週になりますね、かかず中学校吹奏楽部定期演奏会が11月23日木曜日、勤労感謝の日にあります。場所は宜野湾市民体育館、入場料は300円となっております。私の方も券ちゃんと確保しておりますので、ぜひぜひ私の方にお声掛けお願いいたします。整理収納アドバイザー2級認定講座が11月29日水曜日、こちらの方が、浦添市の、市役所の向かいぐらいにあります、ね、サンシティビルの3階アドダブルセレクトショップで開催いたします。平日の開催、平日のですね、1日開催というのは珍しいんですけれど、こちらの方もですね、この日、予定空いたよという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ参加してください。そして、那覇市文化協会総合文化部バラエティ文化芸能の舞台公演が12月6日水曜日にパレット市民劇場で開催いたします。私の方もこちらの方参加しております。何で参加してるかというとですね、実はアナウンサーとして参加するんですね。特に私芸能ごとというのは何もないんですけれど、裏方で頑張っておりますので、一目見に来てください。はい、講座などのですね、詳しい情報は、沖縄暮らし研究所で、ホームページを検索してください。もしかすると神村さゆり、神様の神に、ビレッジの村でさゆりはひらがなになってます。神村さゆりで検索しても出てくるかもしれません。また、神村さゆりの Facebook メッセージもしくはメールでも構いません。メールは住まい@暮らし研ネットでございます。住まいは SUMAI で、暮らしが KURASHI-KEN.NET でございます。こちらの方でもメールが届きますので、どうぞお願いします。暮らし研究ラジオ、この番組ではスポンサー募集しております。詳しくは FM 宜野湾098-943-0094、メールアドレスは797@fmginowan.com、 エンディングは嵐でいつまでも時間までお聞きください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。来週は勤労感謝の日で祝日ですが、いつも通り生放送でお送りいたします。お相手は住まいづくりナビゲーターゆうりんでした。